ちょっとまあ期間は空いたんですけれども、はい、イメージはいいまま来てます。CS の方に出させていただきます。どんなコメントをされるんでしょうね。どうでしょうMC の方にお任せします。まあ年末からずっとエンジン状態は安定してるし、勝てるエンジン状態にはあると思うんですけど、まあ、あとは本人が、ミスしないようにしっかり調整して、レースするだけですね。有吉さんにいろいろ教えていただきながら、自分で試行錯誤して、最近はかなり切れるようになってきたんですけれども、まあ、もう少し安定させていきたいと思います。まあ、初日落車で、まあ腰回りとかハンドルとかいろいろ大変な中で、最終日はトップスタートいって、やっぱすごいですよね。浦田さんみたいな安定感というか、晴れなら絶対の浦田みたいな、まだそんな強さはないと思ってるんで、まだまだ、練習して、はい、強くなっていきたいと思います。プレミアムカップは一度もちょっと優勝がないし、まあ、地元のでの開催ですんで、まあ、最低優出で、まあ、優勝狙っていきたいと思います。飯塚の G1 なんで、さらに気合を入れて一生懸命頑張ります。